スティーブン・エー・エム・ヘスターのイギリスの実業家、元銀行家であり、RSA インスレンスグループの現在高経営責任者、RBS グループの元 CEO。ヘスターは、ヨーク大学の科学の教授であったロナルドと、心理療法士のブリジット・ヘスターの長男として誕生した。アメリカ合衆国ニューヨーク州イ坂で生まれたが、主にノースヨークシャーのクレーク村で育った。 ノースヨークシャーにある地方の総合中等学校のイーシングルド校で教育を受け、オックスフォードではレディ・ー・マーガレット・ホールで学び、鳥居改革グループの議長を務めた後、哲学、政治、経済学の最優等学位を取得して卒業した。ヘスターとビンス・ケーブル、2013年ヘスターは過去16年間、フッチー100企業のうち3社で最高経営責任者を、 勤めるなど広範なビジネスキャリアを積んでいる。1982年に投資銀行のクレディスイスファーストボストンに就職し、コーポレートファイナンス業務に携わった後、1年間会長補佐を務めた。1987年にはディレクターに任命され、1988年に27歳でマネージングディレクターに昇進した。欧州の M&A 呼び、 投資銀行部門の共同責任者を務めた後、1996年に取締役に任命された。ヘスターは2000年5月まで最高財務責任者を呼び、サポート部門長を務めていた。2000年5月から2001年9月までは、再建部門のグローバル責任者であった。2002年5月に財務責任者として、アビーナショナルに入社した。同行は、 ホールセール及び生命保険事業に起因する重大な財務上の問題を抱えていた。その対処のため取り行われたリストラの一環としてサポートするのはもちろん同行のホールセール及び保険部門の最高執行責任者としての追加の職責を与えられた。リストラは成功裏に終わり2004年に同行は株主に妙味のある水準でサンタンデールに売却された。 2004年11月、ヘスターは、フッチー100不動産会社ブリティッシュランドの最高経営責任者に任命され、ジョン・ギト・ブラッド卿の公認となりました。ヘスターの在職期間中、会社は再編され、配当は125%増加し、EPS は2倍になりました。ヘスターは、2008年3月にアリスター・ガーリング、大ラ大臣から、 新たに国有化されたノーザンロックの非常勤副会長に任命された2008年9月に辞任しロイヤルバンクの非常勤役員に就任したスコットランドの2008年10月当時総資産で世界最大の銀行であった RBS は世界金融危機の犠牲者となり英国政府による資本増強が必要とされた再編の一環としてヘスターは ブリティッシュランドを離れ、フレット・グッド・ウィンに代わり RBS グループの最高経営責任者となるよう求められた。その後の5年間は RBS にとって激しいリストラの年となった。資産は約7200億ポンド削減され、コストは約42億ポンド削減された。この作業は金融爆弾を解体することになぞらえられていた。財政状態の回復に加えて、 90p 相当まで下落していた RBS の株価はヘスターが同行を去るまでに 330p まで上昇した。ヘスターは RBS から110万ポンドの年俸を支払われた。2012年に100万ポンド弱の賞与が予定されていたが政治家や世論の圧力を受けて賞与を辞退した。2012年後半の6月。 RBS のコンピューターの問題が発生した翌年の商用を辞退した。2013年6月12日、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドは、ヘスターが5年間の勤務を終え、2013年12月に CEO を辞任すると発表した。2014年2月4日、ヘスターはサイモン・ギーの公認として、フッツィ100を構成する保険会社である RSA インシュアランスグループに、 CEO として加わった。同社も金融危機を経験しており、ヘスターはコスト削減を行いながら大胆なリストラの取り組み、事業の合理化と集中、株式発行による7億5000万ポンドの調達、経営陣の刷新を主導した。同社はこれらの変化にうまく対応し、収益、配当、株価を大幅に引き上げた。2016年秋、ヘスターは フッチ100エネルギーグループのセントリカ社の取締役会に上級独立取締役として任命された。ありがとうございます。